人体損傷の大谷翔平、明らかな異変があったことが判明。エンゼルスの大谷翔平投手が右肘の内側側副靭帯を損傷し、投手では今季絶望となった。大谷はレッズとのダブルヘッダー第1試合で2番投手で投打同時出場での疲労感を訴え、2回途中で緊急降板し、この日のダブルヘッダーの試合間に精密検査を受けた。ケリー、ミナシアン GM がダブルヘッダー第2試合後にエンゼルスタジアム内で会見を開き、損傷の部位がある、今季残りは登板しないと明らかにした。わあ、はあ、恐れてたことだ。人体かマジか。無理しすぎたんや。普通にハードワークすぎたんや。去年は甘くいったのになんでや。疲労やろ。この日の大谷のフォーシームは最速 94.4 マイル、約 151.9 キロ。これはメジャー86登板で最も遅かった。フォーシームは平均 93.2 マイル、約 150.0 キロと明らかに走っていなかった。米メディア、チ・アスレチックの元記者ブレント・マグワイア氏は、スピードは明らかに落ちていた。初回に意図的に抑えていたか言い当てるのは難しいが、間違いなく腕の疲労と戦っていると指摘した。地元紙オレンジカウンティ・レジスターのジェフ・フレッチャー記者は試合前から異変を感じていたという。ネビン監督に今週末の先発投手を聞いたが、未定とのことだった。大谷が降板した後にブルペンからアンダーソンが出てきた。これらすべてはエンゼルスが試合前から大谷に何かが起こっている可能性があることを知っていたことを示している。異変あったら最初から無理せず出てやるのに。マジで心配。手術必要な怪我じゃないといいんだけど。身体がおかしくならないように守ってくるのが、休養おかしくなってから休むのは無責任。この球団は起こしておらんのか。休養取って登板したけどダメだったんだよ。限界が来てるんだよ。もう何を話しに来たらええんや。悲しいけど俺はまた二刀流する大谷さんが見たい。しっかり直してまた頑張ってほしい。